もうええかなって思うというか、いやもうずっと思ってるよ、もうどんどん独り立ちしなさいって思ってる。なんで全員帰ってきてる毎週金曜日の午後10時に始まるラジオ番組、この日は4年ぶりに息子が転勤で松山に帰ってきたという話題に。実家最高って。これ出ていかんな、出ていかん。私もそれ聞いてもだいぶショックやったもんね。実家最高なの？23歳の男子本気って。ラジオプレゼンターの宮崎優さん、いつもここがペイじゃん。はい、ずっと15年ここに座っております。2009年の番組開始から放送はこの日で745回を数えました。今夜はこれでおしまい。宮崎のラジオに帰ろう。向き合い方はどのパーソナリティよりも裸になってるようなもんですから。すぐ脱ぎますから。ラジオのトークの大部分は家族の話です。 M 家って呼ばれてるんですけど、宮崎の M で、もう M 家の日常がもう面白いって言って、お母ちゃん寄りの喋りをしてますね。そんな宮崎さんがこの春始めたのが、全員で言わなあかん。どうぞ。失礼します。はい。おはい。子供たちが喜ぶようにと思って全部自分の DIY です。宮崎さんは言葉音楽療法士の資格を取得し、今年4月愛媛言葉音楽教室音色を開講しました。例えば、まあ、バナナとかでも、バーナーナって言って落ちてるんですよ。バとナとナっていうことで、それに音階をつけてるんです。でほとんどミとソとラっていう3音階だけを子供にずっと植え付けていくっていう療育なんですけど、自分の気持ちを言葉でうまく伝えられないなどの言葉の障害。この教室では言葉と音楽を交えたレッスンでコミュニケーション能力を高めることを目指しています。私ばっかりがバーナーナバーナーナってずっと歌ってたりとか、でもずっと聞いてくれてるので、そのうちななって言ってくれるようになるんですよ。この教室の壁には2頭のクジラの親子が描かれています。子供が深い海の底になかなか怖がっていけないのをクジラのお母さんってずっとずっと手助けするんですよね。でそれも上手にこうお乳とかをあげながら上手に上手にこう誘導していくんですけど、この教室を開いたのには宮崎さんと家族とのある経験が深く関わっています。宮崎さん家族、M 家のリビングに飾られた家族との思い出の品々。これ七五三の時の写真なんですけど、長男アンジさんと長女クレナさん、可愛かったですよね。本当、ね、大変でしたけど。7年前、当時14歳のクレナさんは発達障害と診断を受けました。どちらも大変だった思い出の方がいっぱい、いっぱいですね。どっちかっていうと喋ったら泣いてしまいそうなぐらいのことがたくさん。文部科学省の調査では、通常学級に在籍する小中学生の 8.8% が学習や行動に困難のある発達障害の可能性があることが分かっています。クレナさんは中学校時代、友達や先生とトラブルになり、宮崎さんがたびたび学校に呼び出されることも。そんなクレナさんにとって
お母さんは一番の理解者でした。これ私のお誕生日の時に、彼女が高3の時にくれたお手紙なんですけどね。ADHD というものを自分が持っていると知った時、本当に泣きわめいて、ママが仕事に行った時に一人で枕に向かって叫んだりしていました。でもママは私に分かるように一個ずつ丁寧に分かりやすく教えてくれて、 ADHD のいいところ、すごいところを教えてくれました。だから私は今こうやって ADHD を胸を張って、大丈夫、みんなとちょっと違うだけ、私はすごいんだって思えて、心が楽になったし、堂々と言えるようにもなりました。私の憧れはママです。かっこいい人になることです。人に迷惑しかかけんような子供やけど、これからもよろしくお願いします、クレナより、っていう。はい、捨てられませんね。うん、覚えてることある？現在21歳になったクレナさん。私がもう次の日から学校行きませんって言ってたら、あ、そう、じゃあママが行ってくる。ママが学校行ってるとか。本当に行かんのみたいな。行かんって言ったら、あ、そう、ママが行ってくる。ママが行ったり、そう、行ってらっしゃいって言われた。行ってきます、行ってきますって言ったね。どうしても笑いに変えなきゃいけないというか、笑って過ごさなきゃいけないので、それが毎週来るんですよね。めちゃくちゃ苦しい時も。でもその何時間か頑張って笑ってたら、まあ、家帰っても、まあ、普通に子供たちにもゲラゲラ笑って話せる自分がいたりとか、助けてもらいましたね、私はラジオにたくさん、うん。金曜夜10時にあなたと革命を起こすラジオ、宮崎優のラジオに帰ろうです。こんばんは、宮崎優です。自分の経験を、そして声や音楽という強みを生かすことができないか。はい、こんにちは。こんにちは。はい、どうぞ。こんにちは、お願いします。そこで開いたのが、はい、の愛媛言葉音楽教室音色です。現在教室には3歳から10歳の子どもが通っています。これなーに？いちご。すごい。赤の1やるよ、せーの、赤の1、青の1、青の2、青の3、青の4、数の数え方や時計の見方などをリズムに乗せて繰り返し歌いながら言葉を引き出していきます。お母さん、お魚、お母さん、お魚、お母さん、かわいいね。喋りがやっぱゆっくりなんで、そのちょっと言葉がその動物とかなんか分かることが増えてきたかなっていうのをすごい感じてて、遊び感覚でこうやっていろいろ学んでもらったらいいかなって。自分の子供にできなかったことを、今本当に困っている子たちに私がお手伝いできているってことが、まあ、あの巡り巡って、あの誰かにどこかに還元ができるっていうお仕事なので、めちゃくちゃやりがいがありますね。社会っていうのは、世界っていうのは楽しいところなんだよ。あとクジラのお母さんみたいにちゃんと守ってくれる人も支えてくれる人もお家の人以外にいるからねっていう、それが分かってくれたら嬉しいなと思います。